ペットハウスというパペットの専門店を開いています。1995年に妻と2人でお店を始めました。日本では、私のたちのお店1軒だけです。作家物の、舞台で使うような人形ですとか、あるいはチェコに住んで活躍している人形使いの人にお願いして、向こうの作家さんの作られた人形とかを送ってもらったりして、でそういうのを見るうちに、わあ、やっぱりこれは工房の作品よりも作家物の作品やっぱり魅力的だなと。でそれで遊べたら贅沢というと変ですけれども面白いだろうなという形で、だんだん作家物中心に切り替わっていきました。で万歳させたければ真ん中辺を、そうです、そうです、そうです、正確です、石が感じられる。感じますね。難しい。すごい。そうですね。かわいい。やってたらいい。かわいい。Nice to meet you。最初すごく難しかったんですけど、やっぱりコツを覚えるとすごく、なんだろう、命が吹き込まれたかのように動いてくれて、すごく楽しめました。この人形を使って人形劇のお芝居をするための人形を売ってるんだっていうふうに思われる方多いんですけど、うちのお店はもうこれでお芝居を作ってくださいというよりは、はい、家で楽器を楽しむような感覚でプライベートに、そうですね、楽しんでいただくというのがお店のコンセプトですので、そういう意味では人形使いではない一般の方がお客さんですので、